グスタボ・アドリアン・セラティ・クラークは、アルゼンチンのシンガー・ソングライター、ギタリスト、作曲家、音楽プロデューサー。ソロ活動でも、ソーダ・ステレオとしてのバンド活動においても、他のミュージシャンたちの指標となるような音楽的成功を、ラテン・アメリカン・ロックや、ロック・エン・エスパニオールや、イベロ・アメリカン・ロックの分野で収めた。ソーダ・ステレオは、1980年代と1990年代に、 最も成功したラテンアメリカ系ロックバンドの一つと言われるほどに成功し、アルゼンチン国内のみならず、ラテンアメリカ圏全域やそれ以外の世界各地でもコンサートが大入りになる人気ぶりであった。2010年5月15日、ベネズエラのカラカスでのコンサートを行った後、グスタボ・セラティは脳卒中で倒れ、現地カラカスの病院に入院した。その後、脳内の血圧を下げる。 頭部手術が行われた。2010年6月7日、セラティは、ブエノスアイレスの病院に移送されるが、昏睡状態に陥った。4年の昏睡状態の後、2014年9月4日、朝、呼吸器不全により死亡した。55歳没。遺体は、ブエノスアイレスにある、アルゼンチン最大の墓地セモンテリオデラチャーカーリータに埋葬された。ありがとうございます。